こんにちは、タケです。タケの体力測定2023年ですね。この動画は毎年1月に体力測定をし、5月、50代のタケが20代の体力を維持できるかというチャレンジですね。7種目の総合でございます。まあ、7種目はこれですね。この7種目がチェックシートになりますね。一応まあ今回はこれ去年のやつですね。去年と今年のやつで大体こんな感じになってますね。まあ今回良かったのはやっぱこれですよね。平眼片足立ち、これですね。この平眼片足立ちのやつが126秒できたんで、100秒以上なんで、10ポイントなんですね。10ポイントだったんで、これが一番でかかったっすね。これが一番大きかったっす。あとはね、そんなにほとんどこう、ポイント的には、じゃあここは折ってますよね。で、ここもちょっと折ってるんですけど、これも折ってるか。折ってるの多いな。折ってるの多いな。1ポイントずつ折ってんねんけど、ここはこの結構10ポイントになったんで、まあ、これは結構ね、ラッキーっちゃラッキーなんですよね。椅子事故を始めて、もう、1年もないかな。始めて、それでね、ちょっとタイミングほんま、椅子事故法の効果もあるし、なんか、たまたまちょっと運が良かったのがあるかもしれないですね。ここまで伸びたことないんですよ、今までね。2分以上やったことないんで、まあまあ椅子事故法の結構おかげはあると思いますけど、これでだいぶこのポイントが要は稼げたんで、だいたい年齢のこうですね、だいたいポイントが、40以上やったら20歳って書いてますね。一応まあ今回も、53になったんで、まあ一応そやから、伸びたのはここだけですね。平眼片足立ちと、あとそやから、落ち、この辺はそやから得意な腕立て伏せと、立位体前屈なんで、やっぱ腹筋と、反復跳び、立ち幅跳びがちょっと折ってます。まあ、これも折ってるんですけど、まあなんとかポイントは同じなんで。でね、ちょうど腹筋がね、練習しとったんですけど、まあ動画見てもらったら分かるんですけど、腹筋ね、間違えてもうて、タイムを押し間違えて2回やったんですよ。だから2回やっちゃったんで、ちょっとこの数字になった、この数字になったと思うんですけどね。多分ね、これ以上は多分、あと55ぐらいはいけたと思うんですけど、55ちゃう。23か26くらいはいけたと思うんですけど、ちょっとね、続けて2回はきついです。続けて2回、3、だから1分動いたってことなんで、きつかったですね。まあでもね、まあ、とりあえず、だいぶこう、更新できたんで、まあ問題はせやから、今回はこれがまぐれじゃなかったらいいって感じですね。また今までその、なんか、普段の練習で2分って行ったことないんで、これをちょっと2分にね、ちょっと今年中に行けるように、もうこれがもう普通になるように、2分が普通になるように、ちょっとトレーニングしたいと思います。こんなもんですね。まあ、とりあえず、今年の2023年、まあ、結果なんですけど、2023年の、20代の体力はなんとか維持できました。ってことですね。よければ、チャンネル登録、いいね、お願いします。そしたら、タケの体力測定2023年でした。じゃあ。